はいどうも皆さん、こんにちは。息をしたことがある人は高評価。というわけで、めちゃくちゃ具合が悪いです。昨日の夕方から38度7分の熱が出て、意識が朦朧としていました。まあ一晩寝たら多少マシになったんですが、また熱が上がりそうな予感はしています。というか6月から体調を崩すのは、これで4回目のため、多分呪われてます。そのわけでいつも通りやっていくんですけど、まず今日のショップには、ついにパイレーツオブカリビアンコラボのスキンたちが販売されています。ただ、ジャックスパローがもらえるミニバトルパスはまだ販売されてないっぽいので、それは本格的なコラボが始まる19日に来るんだと思います。ちなみにこのバルボッサは映画の俳優にめちゃくちゃ似てるんですが、エリザベスはあんまり似ていません。あとデイビー・ジョーンズはちょっと見た目が乾燥になっています。原作だともっとゴツゴツしていてヌルヌルしています。まあこれはこれでありです。あとはマグママスターズパックが再販されたり、この画像にある通り106日ぶりに再販されたアイテムが多数あるので、ショップでアイテムを購入する際は忘れずにクレータースポート SHPO もよろしくお願いします。次は昨晩のホットフィックスでバトロワに魔改造された落下止めを食らわないフリントノックピストルが復活しました。他にもリロードの方ではサンダーショットガン、ツインマグサブマシンガン、マンモスピストルが復活し、代わりにタクティカルサブマシンガン、ハンドキャノン、レバーアクションショットガンが消えました。まあこれでリロードの環境がめちゃくちゃ変わるわけではなさそうなんですが、エピックとしてはあえて競技生に好まれているリロードの環境は大きく変えたくないのかもしれません。ちなみにフリントノックが大会モードには登場しません。さらに昨晩から運営がパイレーツオブカリビアンコラボのティザーをいくつか上げています。まずはこのうわーってやつと呪われた方を解き放てというやつです。そのわけでこのコラボが楽しみな人は高評価。次はエピックの社長であるティム・セイニーがとあるインタビューに答えていて、そこで今後のフォトアの計画についていろいろ分かったので紹介していきます。まず本来バトロワは200人でやることを計画していたが、リリース当時から現在までの技術では実現ができないため渋々100人となったみたいです。で今後登場予定のアンリアルエンジン6ではなんと200人でのバトロワもサポートできるシステムを導入する予定とのことです。でこの UE6 はデータ転送速度が今までより飛躍的に向上するため、これが実現でき、バトロワだけでなくクリエでもこれは有効活用され、なんと一人のマップクリエイターが作ったマップを全部つなげてロードを挟まずにシームレスにマップ間を移動できるようにする計画もあるみたいです。あとなんかこれはオープンワールドモードにも使われそうですよね。さらにこの UE6 では200人以上で同時に通信を行うことも可能で、将来的には数億人レベルの同時プレイヤー数でもゲームが動くように調整する予定ということも分かりました。でこれについて思ったこととしては、まず200人バトロワがつまんなそうということです。今の倍のプレイヤーがゲームに参加するということはどう考えても試合時間が伸びるんですよ。でもやることは100人バトロワと変わらず、資材を集めて敵を倒すだけ。これが1試合で現行の2倍になるわけです。まあリロードみたいにゲーム性を多少変えてくれば別なんですが、正直今の仕組みのままでバトロワの人数が200人になっても絶対面白くないのは確定です。あとティム・ボーは今回 UE6 での開発についていろいろ言ってるんですが、以前エピックは2025年の末までにバトロワを全て UEFN で作ると宣言しているんですよ。そのため今回の話とさっきの宣言の話が噛み合わないため、まあ予定が変わったりとかしたのかもしれないです。ちなみに手抜きと言われたメタリカのワンタイムはおそらく UEFN で作られています。その一方でトラビスとかアリアナのイベントはアンリアルエンジンで作っているため、やっぱり UEFN で作るといろいろ劣化するような気がします。あとバトロワの人数が200人になったら島の大きさも倍になりそうということで、こういうコンセプト画像も話題になっていました。次はコラボに関する情報をいくつか話していくんですが、まず今月末から公開されるデッドプールとウルヴァリンの映画があるんですが、そのコラボがフォトナに来るのが確定していて、そこでウルヴァリンの新スキンは来そうなんですが、デッドプールの新スキンは来なさそうだったんですよね。その理由はデッドプールは過去にバトルバスのスキンとして登場していたことと、新しい映画内でも特にコスチュームが変わっていなさそうという理由です。ただ昨晩公開された映画の新しいティザーでは女版デッドプールの登場が示唆されています。まあ今日はこれでいいか。そのわけでこのコラボではウルヴァリンの新スキンと女版デッドプールが来そうです。あといい加減ボツになったデッドプールピーリーも出してほしいです。さらに今週の金曜日には12月に始まる音ゲーシーズンのテーマとなっている K-POP のガールズグループが判明するらしいです。これはリーカーが金曜に公開すると言っていました。最後に今日で夏イベントは終了するんですが、なんか今回のイベントって冷え冷えどころか今日でしたよね。もう存在を忘れていました。あと夏イベが終わるということはランクマッチの環境にニトロフィストや車といったシーズン3で登場した産業廃棄物も復活するので、またランクマが冷えそうですね。そのわけで今日は体調が悪いので短めなんですが、今回の解説動画が1ミリでも参考になった人は高評価と、クリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。